いやそうリコリスみんなね喋れるっていう設定がねそう、まあ、1話でねちょっとちらっと千里がその日本語学校のシーンで言ってたけど英語とかもなんか喋れるみたいな設定だからなんか次回予告がやったらやったら発音よく言ってみたいななんかそうなんですよなんか来たもんねちゃんとなんか、まあ、ちゃんとあの音声ガイドがあの音源が送られてきてこういうあの模範解答みたいなやつで送られてきてだからね一発目渡したんですよ英語のやつ喋るのあーと思っていや厳しいしかも あの状況でいきなり発音よくするとうわーって頭の中大混乱わかるそういうことなんですよそうなんですよはい他の方々の、ね、英語にもぜひご注目ください